西浦同盟は、日本の公認会計士、税理士、経営コンサルタント、アタックス創業者、代表取締役社長、アタックスグループ代表パートナー、法政大学大学院イノベーションマネジメント、研究科客員教授、日本盲導犬協会幹事等を歴任、大阪府生まれ、東海高等学校を経て、1972年、 一橋大学小学部卒業。一橋大学キリスト教青年会。一橋寮出身。学習塾経営を経て、1973年。丸の内会計事務所入所。1977年公認会計士、西浦同盟事務所設立。世界の会計士制度を学ぶ中で、事務所の組織化を考え、1981年。 丸山博明と厚田コンピューターサービス株式会社を設立。2002年はアタックス税理士法人設立、代表社員。2012年アタックス社長塾塾等。専門は中小企業経営戦略、M&A 戦略等。2006年中小企業庁経営革新制度、評価委員会委員。2007年日本合同権協会幹事。 2008年地域活性学会幹事。2009年法政大学大学院イノベーション。マネジメント研究科客院教授。経済産業省関東経済産業局。中小企業のあるべき姿に関する委員会委員。日本中小企業経営支援専門家協会理事。2014年人を大切にする経営学会。副会長。日本ナレッジマネジメント学会理事。 公益財団法人一橋大学、キリスト教青年会幹事等も歴任。ありがとうございます。